週明けの西日本は天気回復に向かうところが多くなりそうです。飯島さん、はい、この時間朝ですけれども九州北部方面などからも早くも晴れ報告いただき始めてますね。はい、西日本の日本海側から晴れの範囲が広がってきそうですね。はい、午前9時の予想天気図をご覧いただきますと、この本州の南岸に前線があります。でそれとは別に北陸付近まで前線が伸びているんですけれども、実はこの前線は西日本まで伸びているんですね。この前線が遠ざかるとともに晴れの範囲が広がってくるんですけれども、この後の天気のシミュレーションを見ていきますと、9時そして12時15時という形で西日本では九州の北部や山陰などの日本海側から晴れの範囲が広がってきそうです。ただこの晴れは前線の北側の晴れですので北寄りの風が吹くんですね。このために極端に気温が上がることはなさそうです。はい、この現在の気象衛星の画像に前線の形を書き込んでみたんですけれども、この青の一点八線で示したところに、まあ、天気図で北陸付近まで伸びてていた前線の延長線上がかかっています。で現在の風を見ましても北寄りの風が吹いているんですね。九州北部などの風を見ても今北寄りの風が吹いています。でこのために今日晴れるんですけれども極端に気温は上がらない予想です。で、気温が上がりやすいのはこの北風が山を越えるところなんですけれども、はい、それでも広島鹿児島で、まあ、25度、そして鹿児島で26度の夏日の予想ですけれども、例えば福岡では22度、松江では21度ということで、割とこうカラッとした爽やかな暑さな、まあ、陽気なのかなというふうに思います。はい、朝のうち、北風によって体感少しひんやりとしているところでも場所によっては夏日も予想しています。今後天気回復とともに気温の変化にも注目してお過ごしください。最新の情報についてはお天気アプリウェザーニュースからご確認いただけます。